流星、流星、流星、英語、メテオ、シューティングスター、天文現象の一つで、夜間に、天空のある点で生じた光がある距離を移動して、消える現象。一般的に流れ星とも呼ばれる。明るさが強く、昼間でも目視できる流星も、稀にある。原因としては、流星物質と呼ばれる太陽の周りを公転する、小天体が、地球、または、 他の天体の大気に衝突、突入して発光したものである。流星の元になる小天体は0.1ミ、mm、リメートル以下のごく小さな宇宙人から数センチメートル以上ある小石のようなものまで様々な大きさがある。こうした天体が地球の大気に秒速数キロメートルから数十キロメートルという猛スピード突入し上層大気の分子と衝突して プラズマ化したガスが発光する、焦天体が大気との空力加熱などにより燃えた状態が流星として見えているわけではない。これが地上から流星として観測される。通常、流星は地上より 150km から 100km 程度の高さの下部熱圏で光り始め、70km から 50km の高さの中間圏で消滅する。しかし、元の小天体が 特に大きい場合などには燃え尽きずに隕石として地上に達することがある。なお、見た目に消滅する場合にも流星人として地球に降り注いでいる。マイナス3等からマイナス4等程度よりも明るい流星は火球と呼ばれる。中には満月より明るい光を放ち夜空全体を一瞬閃光のように明るくするものもある。流星を観測する方法としては 流星電波観測、流星眼子観測、流星写真観測、流星 TV 観測がある。流星現象を引き起こす物質、流星物質は水星あるいは小惑星が太陽に近づいた時に放出しものである。水星は太陽に近づくたびに無数の塵、小天体を放出している。これらのゴミも水星とほぼ同じ軌道で太陽の周りを光転している。 地球の軌道がそれと交差する場所で浮遊している流星物質、ダストトレールのゾーンと地球の大気のゾーンが重なってきたとき、ゴミで大気が高温になり、プラズマになり再結合することで発光して、流星内視流星群の現象が生じる。流星は小さく、大気圏内で燃え尽きる。隕石の形で地上に落ちるのではなく、小さなゴミに散らばって地上に降り注ぐ。火球は、 流星の中でも、惑星より明るいもの、定義者により異なるを言う。火球は小惑星軌道から来た物質が主である。火球を生じた後、稀に燃え尽きないで地上にまで落下する天体があり、これを遠赤という。火球は、非常に明るいので、夜間だけではなく昼間でも観察、撮影される場合がある。流星が流れた後の大気は、イオン化され、電離層が発生する。 この電気層が電波を反射させて遠方にあり通常では聞こえることがない FM 放送を短時間だけ聞くことができる。このことを利用して流星電波観測などが行われている。最近では電波を常時送信するアマチュア無線ボランティア局の電波を利用して同様の観測が行われている。毎年ある決まった時期になると電球上のある一点から流星が 放射状に飛び出してくるように見えることがある。これを流星群と呼ぶ。これは主に水星が通った後に残されたゴミの集合体がある空間に地球が公点運動によって差し掛かることにより発生する現象である。また、流星が飛び出してくる点を放射点または複射点と呼ぶ。年間数十個以上の流星群が知られている。流星群に属する流星を群流星と呼ぶ。 これに対して、流星群に属さない流星は、散在流星と呼ばれる。同じ流星群に属する流星は、速度などが同じようになる傾向がある。完全に観測者の方向に流星が飛んでくる。場合には、流星は、突如明るい星が発生し、それが暗くなって見えなくなるように見える。これを、静止流星あるいは、停止流星という。 通常の流星の太陽系での軌道を計算するには、同一流星を複数の観測地点で撮影し、発生点と消失点を空間上で明確にすることが必要であるが、静止流星の場合は、その位置がきちんと観測できれば、その静止流星の太陽系での軌道は容易に計算できる。一般には、地上に落ちた流星が隕石であると捉えられているが、 流星と隕石の太陽系内の軌道は明確に違っている。軌道がはっきりと観測された隕石は4例しかないが、それらはすべて小惑星体のものであり、隕石の起源は小惑星体であることが予想されている。また、流星の軌道は水星と一致するものがほとんどで、水星が通った後のゴミが流星の発生源となる子が予想されている。流星は 大気圏内で燃え尽き、また地上のある地点に向かう銃声の発生する確率は低いので観測者にぶつかる心配はまずない。隕石が人間にぶつかったとされる例は1954年のアメリカのアーラバマ州シラコーガニスムアン・ホッチスの例、ホッチス隕石と2002年8月22日のイギリスのノース・ヨークシャーの少女シオバン・カウトンの例が 宇宙空間にある人工物、ある程度以上の大きさのスペースデブリや人工衛星などが大気圏に突入すれば流星のように見えることがある。こうした現象を人為的に起こして想定した地域、日時で流星群を見せる計画を日本のベンチャー企業のエールが進めている。流星が流れた時に音が聞こえるという現象がある。 流星の音の原因に関しては二つの種類が知られている。一つは衝撃波によるもので隕石となるような巨大な火球でよく聞かれる。ただし、流星が輝いている高度は 100km 前後であり、雷が光って時間が経ってから音が聞こえるように、流星が光ってから音が届くには普通数分の時間がかかる。雷か大砲のような音がし、 ガラスが割れるなどの被害が出ることもある。もう二つは発光と同時に音が聞こえるもので、1980年代まではその音は心理的なものであるとされてきた。しかし、明るい流星が流れた際に音が聞こえたということを本に書いている人が多数いる。また、古く中国では音を伴う流星を天狗と呼んでいた。 オーストラリアのニューカッスル大学のコリンケイは1980年に流星の音に関する論文を発表した。彼の考えでは、ある程度の高度以下まで突入した大火球によってプラズマの乱流ができる。この乱流プラズマは地球磁気圏の磁力線に絡みつき引きずる。直ちにプラズマが冷えるとともに、乱された状態の磁力線も元に戻る。 この時に極めて低い周波数の電磁波が発生し、光の速さで地上に達し、観測者の近くの物体がその電磁波に揺さぶられれば、同じ周波数の音が出る。電磁波が誘発する観測者周囲の物体からの音というものを果たして聞こえるのかどうかについても、K は実験を行った。その結果、髪の毛やメガネの縁など、身の周りのありふれたものが低い周波数の電磁波に、 反応すること、その音が聞こえる人と聞こえない人がいることなどが分かった。大火球から大変低い周波数の電磁波が出ることも観測で明らかになり、K の考えが指示されるようになってきたが、どのようにして電磁波が発生するかのメカニズムに関してはまだ正確な子は分かっていない。1998年11月のシシザ流星群をモンゴルで観測した研究者は、 火球と同時に聞こえる音の録音に成功したより詳しい解説は電磁波音を参照。流星の元になる小天体の内部物質の燃焼により流星に色がついて見えることがある。また燃焼の過程で色が変化する場合もある。流星が一旦暗くなりかけてまた明るく輝いたり一旦全く見えなくなってまた光って見えるものも報告されている。 流星の元になる小天体の形によってか流星が曲がって飛ぶ場合があることが報告されているがはっきりとは確認されていない。その神秘的な現象から流星に関しては様々な伝説や逸話が存在する。日本国内において最も有名なのが一つの流星が輝いている間に願い事を三回唱えるとその願いが叶うというものであるが 当然ながら明確な根拠はない。なお、流星が発生するタイミングは確実につかめるものではなく、また流星一つが発光している時間は通常1秒前後の非常に短い間であり、その間に3回も願い事を唱えるのは不可能に近い。ただし、ごく稀に数秒にわたって発光する流星もあり、これを運よく見ることができれば願い事を3回唱えるとも、 不可能ではない。このほか、流星を見たら三回唾を吐かなければ不幸になるといったものや、星が遊んでいる様子などといった話もある。中国の小説、三国支援儀では、諸葛亮の陣営に赤く大きな流星が三度流れ、これにより、諸葛亮は自分の死を察知するという物語がある。この話は中国で長く語り継がれ、流星と人の死を結びつける考えも、 この物語から発生する。また、アンデルセンの童話、マッチ売りの少女では、少女の亡くなった祖母が話した、流れ星は誰かの命が消えようとしている象徴との言葉が出てくる。光りながら空を高速で移動する流星は、印象的な存在であることから、軍用機の名称、別名、流星、イマイナス八十シューティングスターに使われたこともある。また、 別称の流れ星を含めて、創作物のタイトルやキャラクター名にも多く使われる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。